今回は塩地美澄さんについて紹介していきます。素晴らしい写真がたくさんありますよ。楽しみにしてください。では早速行ってみましょう。愛称塩地、生年月日1982年6月26日、出身地北海道札幌市、血液型 O、 身長 165cm3 サイズ89、66、89、カップサイズ G、 最終学歴小樽商科大学、北海道札幌市出身。北海道札幌北高等学校小樽商科大学卒業。高校時代にミス北高に選ばれた。趣味はスポーツ観戦。明るくオープンな性格。高所恐怖症。2005年 JR 北海道のキャンペーンガールミスツインクルを務めた。2006年秋田朝日放送 AAB に入社。2011年1月9日放送のパネルクイズアタック25朝日放送に後藤飛鳥とペアを組んで出場し、北海道テレビの石澤彩子、国井美佐のペアと連合して優勝した。2014年3月末をもって秋田朝日放送を退社し、同年8月よりスペースクラフトに所属。2016年写真集ミスミを発売し、グラビア活動にも進出。2017年に2冊目となる写真集好きだらけを発売。2020年7月31日には3冊目となるビリーブドを発売。最新 DVD 楽園の扉スパイスビジュアル2023年3月29日発売。これからも塩地美澄さんの活躍を期待しましょう。いかがでしたか？このチャンネルでは女優、アイドル、モデル、有名人などを紹介しております。よかったらチャンネル登録お願いします。